はい、どうも、夜食ハンター竹俣明です。本日はですね、久しぶりにノースリーブ内田さんの、畑の方に来させていただいているんですけども、今日ですね、こちらで、解体していくのはですね、野生動物ではないです。畜産動物なんですけども、ちょっとね、変わったね、生き物を今回は解体して食べたいなと思っております。君じゃないよ、安心してくれ。じゃん、お分かりになりますか？君じゃないってば。そう、ウサギです。主に秋田で養殖されているジャンボウサギという種類のウサギで、このウサギはですね、なんと食用のウサギなんですね。で、まあ食用のために改良されているので、相当でかいです。いや、でかいですよ、これね。ちょっとね、後で抱っこしたとこをお見せしたいんですけど、今普通にこうやっているだけで、あの頭の先からこのお尻の先まで40センチぐらいあります。今回はですね、このジャンボウサギを解体してですね、調理して食べるという動画をお届けしたいなというふうに思っております。ウサギちゃんの世話をしたことはあるんですけど、解体は初めてですね。ちょっと普段の野生動物たちよりもうちょっと緊張があります。食用のウサギですから、間違いなく美味しいのでしょうし、そこはね、まあ結構楽しみな気持ちもあります。で、今回ですね、あの調理の方はあのプロの料理人の方がいらっしゃるということなので、で、どんな料理で食べたいかって言われたので、とあるですね、料理をちょっとリクエストしております。それがどんな風に美味しく仕上がるかというのも、ちょっとこう楽しみな要素の一つではあります。そうだよな、ご飯もらえると思ってやってくるよな。出したら食うのかな。あ、食べた。いや、可愛いだろう、可愛すぎるだろう。松田うまいか。うまいよな。そうだよな。むむむむむ。そうか、今から僕らはこの子たちを締めて食べるのか。考えさせられる。重たい。足ピン。大きいな、やっぱり。あんまりウサギそんなに抱っこしたことあるわけじゃないけど、やっぱりこの子が大きいのはわかるな。そうか、君は食用なのか。食用ウサギなんだね。ごめんな、美味しく食べさせてもらうよ。なんかウサギ可愛がり軍団に見えますけど、まあちょっとこうね、食べちゃいたいぐらい可愛いですね。そうですね、いや本当にそう。あ、サクッと。さすがノースリーブ内田。さて、そうこうしているうちにウサギが解体されました。食用のためのウサギの種類ということで、非常に脂が乗っています。まあ、もちろんその脂が乗るように養殖したというのもあるわけなんですけども、これがもも、これが腕だと思われますが、特にこの腕のところのこの白い脂、それからこのバラですね、背中のロースの周りにもこってり白い脂がついています。このウサギを使った料理の代表的なものがですね、ありまして、それがですね、スペインの名物料理パエリアなんですけど、それをね、ちょっとね、シェフが作ってくださるということになりましたので、ちょっと期待して待ちたいと思います。こちらが今回パエリアを作ってくださるシェフの阿部さんです。どうもよろしくお願いします。阿部さんはウサギ入りのパエリアは何度か作られたことが？いや、僕イタリアンなんで、はい、ウサギは使うんですけど、はい、使ってたリゾットとかパスタ。なるほど。今回パエリアをね、はい、ウサギで作ってほしいってちょっとリクエストさせていただいたんですけど、パエリアにウサギ使うっていうの、去年たまたまスペイン料理屋さん行った入ったらメニューにあって、それで知ったんですよ。フレンチだとウサギを使うのは知ってたんですけど、はいはい、他のヨーロッパ諸国でも結構使うっていうの、その時に、まあ、スペインは使うんだなって知ったんですけど、今話聞いててイタリアでも使うんだって初めて知りました。そうですね、まあ、本当にもう山あいの漁師さんが自分で取ったやつを、はいはい、はい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 、本当そのまま自家消費として、食べるんで、この時期お肉とかあんま取れないんで、そういう時にノウサギとか捕まえて食べてる人とか結構多いです。冬の料理。あ、冬の料理なんですね。まあでもそうですよ、日本でもジビエっていうのは基本冬の料理だし、冬の間、まあ他のものが取れない中、まあ、獣を取って食べるっていうのはある意味世界共通といえばそうなのかもしれない。そうかもしれないですね。この肉質も結構なんというか独特ですね、うん、ちょっと何に似てるかっていうと鳥なのかなと思いつつ、 でも赤い部分もちゃんとあるし、
前足の方が比較的なんかやっぱり赤い気がしますね。後ろの方は白いですけど、まあ、とりあえず前足の方はちょっと骨も入れて、はい、骨の出汁みたいなのを入れたらいいなと思うんで、なるほどなるほど、ありで入れますね。はい、今回炭火で焼くんですね。今回はちょっと火力調節が難しいかもしれない、あまりに難しい気がしますけどいやー、うさぎが焼かれます。うわー、もうこれだけでうまそうだもん。やべ、楽しみだな。で、今回野菜のブイヨンを作ってきたんですけど、はい、でそれ以外の雑誌的な要因とか味がないんで、うん、ちょっとここでやっぱ塩強めにして、はい、味と旨味出して、はいはいはい、なるほどなるほど。見て、すごい、もうめちゃめちゃうまそうでしょこれ。もう反則でしょこれ。やーべ、うまそう。ニンニクは焦げやすいんで、後から水を割ってぐらいでここで香りをちゃんと出して、うんうんうん、それも一回わざと火には外しちゃって大丈夫。ああ、なるほど、ニンニク焦げちゃいますしね。確かに、ここで外している間に他の調味系のものを入れるっていうのが今回はソフリット、ソフリット、ソフリットというのは玉ねぎと人参とセロリですね。ああ、はい、炒めたもの。本来多分タイレアとかでは玉ねぎだけとかのことが多いので、はい、これは入れないことが多いんですけど、はい、まあ、なんかちょっとウサギオンリーだったって聞いたんで、うん、人参を多めにわざと入れて、あ、人参とウサギな感じで。なるほど、人参、ウサギといえば人参。じゃあ皆さんもご家庭でね、あのウサギのパエリア作るときは人参をこう使っていただいて。でトマトですね。トマト、はい、本当はこれフレッシュのトマトとかの方がいいんですけど、うんうんうん、今回はちょっと畑でってことだったので、はい、トマトピューレをちょっと入れます、はい、いやうまそうですよでここまでいって熱下がるんで、はい、肉もこれで焦げつかないんで、はいはいはい、ここで一回もう一回火を沸かし直すってことですね。あ、出汁がここで入るんですね。ちなみにこれは何出汁なんですか。これは人参の皮と長ネギの頭とか、はい、あ、野菜だけの出汁。野菜だけの出汁。今回肉の旨味はもうね、うさぎから、うさぎの肉の旨味、動物性の旨味はうさぎだけ。あ、お米が入った、お米が投入された。これ今回あれですね、日本米で、はい、でんぷん質なるべく少ないやつ、はいはい、七つ星にして。へえ、あ、七つ星ってじゃあパエリアに向いてるんですか。向いてる方だと思います。へえ、どういうのが向いてるんですか。どういうお米が。粘り気が少ない。ああ、なるほど、はい、いやもうこの赤い具材とか緑の具材とか入るとすごいね。お前食べられるよそこ来たら焼けちゃう、ちょっと焼けちゃうよ。ほら逃げて逃げて逃げてね、逃げて、そう、そっちそっちちょっと野外でパエリア作るってすごいっすよ本当に火力の調整ができる家で作っても大体破滅しますから ね、 そこはちょっと今回は定期的になんか爆発しますしね、薪が竹なんで中の空気がね、なんかしれっとちょっと彩りが加わってますね。あ、そうですね、これはそこの河川敷で取ってきた菜の花。おー、ワイルドなものがまた入りましたね、はい、最高か。取ってきました。軽く見ますか。うわー、うまそう。その頃ちょっと気になるんですけど、はい、残りのウサギの肉がこの石の上にあるのはこれはあれですか、石で焼くんですか。あ、それはさすがに今こっちでも火つけてるので、はい、これで、まあ、ここに今塩とオリーブオイルあんで、はいはい、軽くちょっとまとわせて、まあ、一緒にパエリアと一緒に炭火で食べようかなと。炭火でウサギ焼いちゃう、はい、巻きかな、竹巻き。でもまあ炭火ですよこれうおー、遠火ぐらいで。もうこの絵面が強すぎるのよここの油がやばいですね。すごいですよね、これ全部油ですよね。これがもう、うわー、これはもうすごいですね。食用ウサギならではですね。じゃあ開けちゃいますね。はい、はい、お願いします。どうぞ。おー、いやー、うまそう。いい焦げですか、シェフ。出来としてはこれは会心ですね。あ、いい感じです。もうこのお焦げも、お焦げもいい感じに、はい、最高です。うわ、すげえうまそう。うさぎのパエリアです。この炭火焼きの方もすごいですね、はい、これはうまそう。これはいいですね。いや、めちゃめちゃうまそうでしょこれたぜどうぞ。リブいただきたいと思います。
じゃあ、シェフ、パエリアいただきます。あ、そうそう、僕はもう先にいただいちゃって。本当だ、食べてまあ絶対美味しいだな、これ。いいですね、めっちゃ美味しいです。あ、ありがとうございます。うさぎすごいですね、出汁の出方が。出汁すごくないですか、うん、これ本当に植物性の出汁しか足してないんですよね。ですですです。あとはもううさぎから出た出汁ですもんね、はい。肉質がまた独特で、うんうん、地鶏っぽいなって思いつつ、なんか部位によってはすごいイノシシみたいな。あーですね、結構やっぱ繊維感は強いですね、うん、おこげもうまいっす。あー、よかった。この肉の骨付きの部分もですね、それ前足のところ。前足のところ、はい、なるほど。これだけ見るとちょっと手羽元っぽさありますよね。うん、うんうん、味は手羽元じゃないな。まあでも鹿とかやっぱ哺乳動物系、ね、うん、なんかありますね。それこそやっぱその鹿の足とか、うん、だからちっちゃい系ですよね。キョンとか、あ、なんか確かにキョンもさ、こんな感じ、こんな感じがする。いや、うまい、うまみが強い、うん、出汁が、出汁いいっすね。でちょっと思うのは、はい、これさばきたてじゃないですか、はいはい、締めたてじゃないですか、はい、もう少し何日か置いてから使ったらもっとうまみ出るんですかね、やっぱり。出ると思います、出ると思うし、肉質ももう少し気持ち柔らかくなると、はいはい、思いますね。なるほど、それはそれでやってみたいですね。確かに。本当に、いや、すみません、こんな美味しいものありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。楽しかったです、めちゃめちゃ美味しいです。まあ、なんとなくうさぎ、その調理してみて、はいはい、難しいなって思ったことか、これはやりやすいなって思ったこととかってありました？結構、分け方が鳥っぽいというか、さばきやすさは丸々一頭やってて、はい、思いました。骨も柔らかいんで、イノシシとかやっぱやってるとどうしてもこうあばらのところとかは硬いんで、はい、包丁じゃ絶対いけないですけど、今回やったのデバでもなく普通にあの三徳包丁でやったんで、はい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 、三徳包丁でも骨はスパスパ切れたんで。あ、そうなんですね。そこはかなり解体は解体しやすい、はいはいはい、ですね。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。楽しいもの食べれてよかった。嬉しいです。ってことでジャンボウサギは美味しいというの結論ですね。はい、ジャンボウサギは美味しいです。食用に疲れてるだけあるなと。そうですね、いうところですね。なんとですね、ウサギの耳が焼かれて出てきましたので、ウサ耳を食べたいと思います。毛が生えてます、内耳に毛が生えています。見た感じ軟骨ですね。いや、じゃあ食べてみます。ウサ耳いただきます。なるほど、豚の耳側のめちゃめちゃ薄いやつです。軟骨これ以上薄くできないよぐらいの、軟骨とキクラゲの中間ぐらいのパリ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 っていうすっごい薄い軟骨ですね。でそこに油がやっぱり絡んでくる、ゼラチン質と油とどっちもある感じがします。根元部分は肉がついてて美味しいですね。うさ耳美味しいです。なんかすごくウサギに合うワインがあるということで、なんだこれは、スペインか、スペインのワインなのか、初めて見ました。普通パエリアに合わせるワインって、まあ、白が多いですよ。なんですけど今回ウサギですからやはり赤がいいと思うので、これはねまず合うだろうなと思います。あー、なるほど、プラム系ですね。黒い果物とか煮詰めたジャムみたいな、プラムジャムみたいな香り、うん、スペインらしく渋みがそんなに強すぎなくて、でもライトじゃない、飲み口が良い、これはパエリアと合う。この内臓部分ですね、あえての内臓部分、ハツかな、レバーかな、これとめっちゃ合いますね。これ美味しいですよ、こういう体験ができるのはいいですね。そんな感じで、今回は美味しい食用ウサギをまあ、解体するところからね、まあ、食べるところまで体験できてすごい良かったなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。